本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。サイバーバズは、ソーシャルメディアマーケティング、人材事業などをしている会社です。急騰した理由は、オンライントーク販売プラットフォーム事業会社を買収することを発表したからです。法制は、受託システム開発などをしている会社です。急騰した理由は、顔認証による警備モード解除システムの運用を開始したと発表したからです。リードは、自動車用部品、電子機器関連ラックケース類、神話型駐輪システムなどの製造・販売をしている会社です。主に国内自動車メーカーのスバル向けに製品を製造しています。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、成形体の製造方法に関する特許を取得したと発表したからです。エニーカラーは、VTuber グループの運営をしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、業績情報修正期待だからです。毎日ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。